竜門20品は、竜門洞窟内に刻まれた造像記のうち、特に優れた20点を集めたもの。北魏の大は19年から人気3年に彫られたもので、いわゆる陸朝時代の陸朝会所を代表する書籍として知られる。南北朝時代を含む疑牲南北朝時代は、中国に仏教が広く伝播した時代であった。特に精神は仏教を積極的に取り入れ、 五個十六国時代の王朝もそれを受け継ぐ形となった。異民族王朝であった十六国は遊牧民族の自民族を定住民族としてまとめるため、また、漢民族の制度を取り入れ彼らと同等の政治体制、文化体制を敷くために、漢民族の信仰している仏教を国教として採用した。さらに漢字や書道などの漢民族独特の文化をも取り入れて、 言ったのである。それは、五個十六国を制覇した北儀でも、同じことであった。特に高文帝は、漢化政策を急速に推し進め、大和十七年に、漢民族王朝の伝統的首都である洛陽へ、遷都するとともに、さらに仏教に深く帰還した。これに伴い国内の仏教信仰が極めて盛んになり、多数の寺院や仏像が造営されることになる。 この動きに連動して生まれたのが、五個十六国の一つである前進から造営が、始まった、抜工靴などに見るような、崖地に石窟をうがって、魔害物を掘り、石窟寺院を造営することであった。この場所として選ばれたのが、洛陽の南にある龍門の崖地で、ここに、様々な人々がのみを入れ、龍門石窟を作り上げることになった。この際、魔骸物には掘った土機や、 個人の冥福を祈る供養文、願い事を記した願文、そして年月や国者の名前が文章として刻まれることがあった。これが造造期で、龍門の場合その数は数百点に上ると見られている。龍門二十品は、寝代にその中で特に書として価値の高いもの十点をまず選んで、龍門十品と称していたのを、さらに十点追加して二十点としたものである。 地平行造造記、流門20品に選ばれているのは次のものである。配列は、単純に、時代順とすることもあるが、上位は10種、下位は10種に2分することもある。また造造記にはもともと題名がついておらず、後世の学者が造造者の名前などからつけたものが、通用しており、これも文献により一定せず移動がある。ここでは、配列、名称とも、藤原祖水町、 図解書同士のものを採用する。なお、造造期は、造造期とも書かれるが、ここでは、造造期とする。なお、太字は、当初の、流門十死な時代から選ばれていた、造造期である。長楽王宮、牧良介婦人城お遅造造期、大和十九年、北海王元妻平家造造期、大和二十二年、低朝優造造期。 影明2年、高木造造期、影明3年、広川大柄汗造造期、影明3年、広川大祖母太志飛行造造期、影明4年、安定王元小造期、正子4年、陸日公衛正造造期、人気3年、北海、大国田飛行造造期、不詳、陸道匠造増期、不詳、孫明夫増造造期、影明3年、一ドル造造期、 大和20年、芝海白立造造期、大和年間、落州志士平行造期、和二22年、陽、大目造造期、不詳、儀礼造、雪のりつぐ造造期、不詳、陸、め恵み館造造期、影明3年、陸宝正造造期、影明4年、西軍王元優造造期、広市平成2年、馬振配造造期、影明4年、なお、 馬振り灰造像機は当初はなく、元は国年不祥の右伝ん王造像機が入っていた。しかし後にこの造像機が当代の時であることが判明したため外され、現在では馬振り灰造像機が代わりに入れられている。一長楽王宮、牧良介婦人情おそ造像機は、一般的には造像機中で弔われている息子の名前の牛血から牛血造像機と呼ばれ、 14、楽州市市平行増増期も単に、市平行増増期と呼ぶことが多い。また11、孫明夫東増増期。14、楽州市市平行増増期。15、陽、青梅増増期。16、儀礼増、節の継ぐ増増期の4点を、流門四品と称することもある。いわゆる、陸長会所と呼ばれる、角張った筆使いの豪気かつ有効な会所による、 ただしそれぞれに特有の個性があり、その書風は千変万化である。なお、楽州史史並行増像記は、このような間外には珍しく、浮き彫りになっており、その切りつけるような荒々しい書風とともに、極めて個性的な雰囲気を漂わせている。これらの増像記は異民族の産物ということもあり、長いこと顧み見られることがなかった。しかし、新代の交渉学発展により、 陸長会所の研究が進み、様々な書籍が発見されるとか全脚光を浴びるようになり、そのレベルの高さに多くの研究者が共嘆した。日本にはやはり明治13年に、洋子系によって高さだ妃など他の陸長会所の石踏みと共にもたらされ、書道界に大きな影響を与えることになった。現在では墓名、母子名と並んで陸長会所の代表格とされており、 学書者に愛用される書籍となっている。ありがとうございます。